マモリュクロンド、テイルズオブグレイス SF 実況プレイ。皆さんもこんにちは、ワラニです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はこのコーネル研究施設というね、まあヒューマノイドの研究施設にやってきたわけですが、ここでね、ソフィーがかつて、この幼なじみ組3人を助けるために、あの光の粒子となって、なんだろう、3人の命を繋いだっていう話を聞いたと思います。で、今度はそのソフィーが危ないので、こっちがというか、みんなが助けてあげないとっていう感じですね。で、もうちょっとこのダンジョン続くのか、ボス戦が来るのかはちょっと分かりませんが、進んでいきたいと思います。ここの探索はもう済んだんだよね。待てよ、あれだっけ、あ、違う、このディスカバリーはちゃんと全部読んでましたっけ。これも見たね。うん、大丈夫、 OK。 ここら辺がちょっと空いてるのが気になるとこですが、てかここら辺がっていうか1個だね、1個空いてるのが気になるけども、どこにあるんでしょうか。手前奥どっちだろう。あー、なんか奥っぽくない、なんだろう、正規ルートじゃない方が、違うかな。まあいいや、とりあえず行ってみます。いい、捕まる。お、ここは特に何も、この子だけなんか別のとか、一人しか、なんだろう、なんていうのこれ、保存じゃないけど隔離、なんていうのかな、いい表現が思いつかない。美麗な羽、モンスターが落とす羽、寝具などに用いられる心奪う美しさ。そんなに美しいならさ、なんかこう羽毛布団とかにしちゃったら逆に見えなくてね、もったいなくないってちょっと思いません？逆にあれかな、なんかちょっと見やすいような布団カバーにして羽毛布団にするのかな。わかんない、ここら辺のどうでもいいところが気になっちゃうね。はい、すいません、ちょっとカット入りましたが、この部屋はアイテム素材が1種類か落ちてただけだったので、まあいいかなということでカットしちゃいましたが、まだあったっけ、充電済みのバッテリー。いや、でも3箇所使った気がするから、あれ、わざわざ1階に取りに行くの大変なんですよね。あ、でも1階行けるってなってたよね今。お、わかんないや、とりあえず進んでって、必要そうだったらまたカットして戻ります。お、敵がいる。お、エナジーはいただいていこう。ここら辺のはいいか。負けられないな。爪が甘かったな。ヒューバートが全部覚えたので、ラント大好きにしてみる？これもありだし、両手で2バイヤーでもいいかなと。術技覚えるからこっちにするか。ライフボトルでの復活 HP も上がるし、こっちにしましょう先に。はい、ゲイで、アスベルも変えたばっかりなのでいいかな。よし、行きましょう。ちょっとそろそろ体力を回復したいんだけど、さすがにこの施設に、なんだろう、回復する場所はないかな。たまにあるダンジョンとないダンジョンあるよね。こっちは、あ、隔壁だ。いやー、多分あれ必要じゃない？なんだっけ。
あのバッテリーどこかに、あーこれ、あ違うわ、これ必要じゃないやつだなんか前回も間違えてたな。まあいいや、とりあえずこっち開いたはいいものの、手前に行ってなかったと思うので手前見てくるか。いい、危ない、あいい、さて始めるとしよう。散りゆく闇リズムバー頂点ゴール、ジタバタするのも何倍か、ぜひゴールフレア大丈夫、何払え、その輝くこだわりどうなる、さあ回る炎見とれるがいい、大丈夫、入れよ昇進、ぜひ散りゆく闇、ぜひ散りゆく闇、散りゆく闇落ちる方を、ぜひ大丈夫、ブルブラディそれでは、イカブチよ、逃がしはしない。これで得たお金は、早速装備の充実に当てましょう。お、これ、称号をつけたことによる、なんだっけ勝利ボイスだったりする？こっちは、なんかアイテムだけありそうな気がするな。おお、敵が、よいしょ、ミスティアンクレット、アンクレットはソフィーなんですが、あ、いけるね、ミスティアンクレット、おお、いいですね、霞を意味するアンクレット、全部上がるのでアサシンだって、いいですね、よし、お宝はいただいていくぜ。こっちはまだなんかありそう。ほい。お？なんだ、ロボットか？あー、びっくりした。今、タルロー X って出なかった？聞き覚えあるぞ。ガラクタなのです。なんだ、これ。それは。タルロー X、 まだこんなものが、これもヒューマノイドなのか、 いえそれはただのガラクタです。ん、なんか隠してるでしょう、白状しなよ。まだ私が新人研究者だった頃の話で、これは私が初めて作った機械人形です。懐かしい、コーネルもさっさと捨ててしまえばよかったのに。うん、匂うわよ、乙女の匂いよ。なんだよそれ敏感だな、シェリアはさすがだ。じゃあコーネルさんはやっぱ男性だったんですね。タルロー X、 みんなの人気者タルロー X ずら、いつも水中にいる気がするずらあれ他のシリーズで出てませんでしたっけ、タルロー X って。気のせいかな、なんかいろんなシリーズやってるし、なんかレイズ、ザ・レイズとかもやってるから、どのシリーズで出てきたかとか曖昧になってきちゃった。俺たちに立ちふさがるにはまだ足りないな。あ、ヒューバートが称号50獲得ですって。よしよし、そんなに進んできたか。で、やっぱりバッテリーがこの先必要だったので、サクッと取りに行こうとしていたところでございます。はい、バッテリーを交換してきまして、そこのエレベーターがね、1階まで行けるようになってたので、かなり楽に取りに行くことができましたですよね。なんか道も曖昧になってたし、私の場合はなんかあっちこっち登ったり降りたりするの大変だなと思ってたので、ね、今選択肢がバーってあったと思うんですけど、これでバッテリー取りに行くの楽になりましたね。さて、地下4階までやってまいりましたよ。さ、行こうよ。はいはい、行きます。お、セーブポイントが来たので、そろそろ
採用まで来たんじゃないか。アンマルチアってふんふん、ほうほう、何してるのパスカル、フクロウみたいな声出して。この研究所の機械だけどさ、私が知ってるのとは微妙に違ってるんだけど、触ってみたら案外扱えそうだなって。そうですか。だとすればあなたは優秀な技師なのでしょうね。エメロードさん、アンマルチア族って何なんですか？アンマルチアはフォドラの技術を支えた技術者の集団です。私もかつてはその一員でした。そうなんですか？だとしたらアスカルとエメロードさんは遠い親戚かもしれないのね。親戚？勘違いされているのかもしれませんが、技術者集団の一派がアンマルチアと呼ばれていただけです。血のつながりはありません。え、みんな家族じゃないの？ポアソーにお金返さなくちゃいけないじゃん。子供から借りないでよ確かにそうか、なんかエフィニアにいた何アンマルチア族はなんかそれこそ白髪にちょっと色の入った髪の毛をしてるから、それこそ血のつながりがあるのかなと思ったんですけど、そういうわけじゃないみたいですね。とりあえず一回セーブしたいと思います。よっしゃ、セーブ完了したのでいきます。さあそろそろソフィーに戻ってきてほしいよ。お、そこにあるのがソフィーを治す装置？音楽不穏。プロトスヘイスを台に寝かせてください。では始めます。欠損状態を確認、補填作業開始。ソフィー、ゼロ、十、四十、七十、九十。ソフィー、ソフィー、ソフィー、私たちの声が聞こえる。ソフィー、ここだ。俺たちはここにいる。ソフィー、どうした？苦しいんですか？しっかりしてください。プロトスヘイスの精神を構成する粒子体が装置に逆流しています。ソフィー。大丈夫？別れた。パスカル？これはソフィーとパスカル？一体どういうことなんだ？私にも分かんないよ。逆流した粒子体の一部が実体化してしまったようですね。パスカルさん、何を？懐かしい光景だ。ソフィーの精神の実体化ということは、これはソフィーの気持ちなの？というより記憶に近い感じしない？なんか。害はないみたいだよ。みんなも来てみて。なんか前回からすごい展開だぞ。ソフィー大丈夫か？大丈夫か？
これはプロトス兵士が保存していたあなた方との記録のようです。なんかやっぱ記録っていうより記憶って言ってほしいな。確かめてみる必要がありそうですね。これはやっぱアスベル最後の方がいいよね。はい。かわいい。え、それだけ？マネッコソフィー。こんな風に思ってくれていたのね。ソフィー。またソフィーが。え、一人分しか見れないとかそういう感じ？なんだ。あ、リチャードだ。リチャード、あ、なんか新しく現れた。え、全員分見れるよね。見れると信じて調べるよ。あ、なんかお兄ちゃんと妹に見える。微笑ましい。いやー、いいですね。この二人は姉妹にも見えるし、友達って感じにも見えるな。いやー、ソフィーちゃんとこの楽しかった記憶たちがあるソフィーとして戻ってきてほしいな。とりあえずアスベル最後にしようかと思ったけど、リチャード最後にしたいと思います。あ、子供アスベルだ。アスベルだけなんで子供時代なんだろう。やっぱそれだけ出会いの印象が強かったのかな。なぜリチャードにだけは攻撃するの？やっぱり自分をひどい目に遭わせた張本人だからかな。でもあれは、ダメだ。これはラムだ。え、これが懐かしのあの遺跡にいたあれだよね。ゲサナイト、皆さん危険です。逃げてください。ソフィー、必ず生き残れ。ちょっと待って、ちょっと待って、聞いてない。アーツ技に弱い、精神体防制麻痺。え、なんか記憶っぽいのに戦えるんだ。7年前アスベルの人生を変えたあの姿で現れたラムダ、これが真の姿なのか。こんな感じなんだ。うわー、首がプルルンプルルンってなってるけど。なんか FF13 に出てきそうな感じの敵だよねって、あれ言ったような記憶があるんだけど、気のせいかな。おっとっと、やばくなったらアスベルに変えます。 C が足りない。おー、アスベル大丈夫か。強めの、あー大丈夫か。ソーフィーじゃない。
待って、誰に攻撃来てる今、こっちか。アイテムだな。いや、グレープグミを使うべきだ。ソニックバスター、いけー、よしよしよし、ちょっと離れよ。あー、大丈夫かヒューバート、準備をするんじゃないぞ。ちょっとあれだな、アンチコードだっけ、なんかあの毒を、これ装備って、あ、変えれるんだ、変えれるから、あ、あっちだ、はい、FF か、それポイズンチェックつけよう。ごめん、3つしかないんだな。いや、そしたら、ちょっと待ってよ。アスベル、前衛の人たちにつけた方がいいよね。あー、ちょっと待てー。よっ、前の外から攻撃しよう。裁縫天狗、ジタバタするのも面倒だ。いや、でも結構半分はいったぞ。なるべくアース技で攻撃したいんだけども、よいしょ、わっと、わー、ちょっとシリアがうわ、凍結になってるってことは、シールチェックよりも今これしかないか。うん、そうだね。なのでフリーイングチェックをつけて、アイテムでレープグミを使う。ジタバタするのも面倒だ。あ、なんでそんななんかブレイクすんの？ちょっと不公平じゃない？まずいまずい、シーシーがない。あまり調子に乗るんじゃないぞ。なかなか映像に時間がかかるんだよな。もうちょっとだ、もうちょっとで私たちもたまるんだ。シェリア大丈夫か？シェリア、石化しちゃった。石化はまずいんだよな。うい、いて、あ、来た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 、誰か決めていいよ。合成持ってる人たちがやった方がいいんじゃない？やりましたね、教官。ああ、アスベルもなかなかだったぞ。あ、でも意外とサクッといけましたね。マリク戦いやすいかも。あ、でも複数敵がいるときはちょっと私には、なんだろう、扱いきれないところはあるんですけど。ミスリルリスト、闇灰夜、結晶、ポイズンピース、ライフゲイン、攻撃力プラス9、草薙、なんだっけあれディスデビルを習得、いいですね。解毒の誇りを取得。今のがラムダなの？わあ、なんか妖精みたいになった。あ、目に光が。アスベル、ソフィー、目を覚ましたか？やった、みんな、ソフィー、私たちのこと見える？体の具合はどう？どこか変に感じるところはない？平気だと思う。よかった、じゃあ治ったのね。よかった、本当によかった。震えてるシェリア。みんなありがとう、私を治してくれて。
プロトス・ヘイス、ラムダ根絶に失敗したのですね。ちょっと怒られてる感もあるけど、ごめんなさい、エメロードさん疑って申し訳ない。私がやらないといけなかったことって、わからない、わからない。ソフィ、再構成に必要な粒子体の補填はうまくいったはずなのに、生命維持機能は問題なく回復したようです。ですが情報統合に若干の問題が見られます。最終調整のためにもう一度先ほどの研究室へ行っても構いませんか？わかりました。ソフィ、大丈夫か？うん。それでは研究室へ戻りましょう。なんだろうな、この拭いきれない不安。なんか今あるソフィーの自我というか、なんかを消しちゃいそうな気しません？大丈夫かな。とりあえずソフィーを直してくれて本当にありがとうって感じではあるんだけど。で、ソフィーがこれで、あ、え、戻ってきたけどまだ戦えない感じか。まあいいや。とりあえずあの苦しんでる姿を見なくて良くなったのはいいことだ。はい、一回外へ出てしまったんですけど、あれ研究施設ってここだよなと思って、このヒントを見て戻ってきました、地下2階の研究室、ここですね。プロトス・ヘイス、こちらへ。さあ、これをご覧なさい。思い出した。私の使命、ラムダ、消さないと。大丈夫？ソフィー、大丈夫か？どうやらうまくいったようですね。どういう意味ですか？プロトス・ヘイスはラムダを消し去るために作られた戦闘兵器です。ラムダの情報に関して混乱が見られたため、再度情報を与え直したのです。今度こそラムダを消し去る。今度こそラムダ。え、コーネルさん、遊んでいたのか。え、子供だったの。嬉しい時はこうするんだ。なんかめちゃくちゃ優しそうな人ですけど、多分この人がコーネルさんだよね。え、じゃあラムダももともとヒューマノイ…ちょっともういいや、先進めよう。器が魂を形成することもあるのだよ。見てお前、日に日に人間らしく成長しているではないか。私が何のためにラムダを人間として育てることにこだわったと思うのかね。私は…何？今の。ラムダって言ってたような気がするけど。
あれはどう見ても人間だった。エメロードさん、ラムダは人間なのですか？いいえ、ラムダは人間ではありません。他の生命に救う悪魔なのです。それってつまり寄生しているってこと？もしやリチャード国王はラムダに？ではラムダを倒すにはリチャード陛下と戦わねばならないということか？そんな、ソフィー、しっかりしろ。ソフィー、これ以上は無理か。ソフィーは、ソフィーは治らなかったんですか？まだ軽い混乱が残っていますが、問題ない範囲です。ラムダ、消さないと。でもラムダを教えて。アスベル、ラムダは何なの？ラムダは、あなたはラムダを倒すために作られた戦闘兵器です。ラムダの姿が何であれ問題はありません。今度こそ任務を遂行しなさい。待ってください、ソフィー。お前ラムダとリチャードと戦うことをためらっているんだろ？それは俺も、俺たちも一緒だ。エメロードさん、何か方法はありませんか？リチャードはまだ完全に乗っ取られたと決まったわけじゃない。俺は諦めないぞ。そうだよ、ラムダとも意思の疎通が可能かもしれないし、諦めるのはまだ早いよ。ラムダと話し合うつもりですか？ラムダとだけではありません、リチャードともです。アスベル、ソフィー、これは俺たちみんなの問題だ。一人で何とかしようなんて思うな。俺たちがいるじゃないか。みんながいる。これはどうなっているんだ？私たちの力が共鳴している。共鳴？私の力がみんなの力の元になっているから。昔ソフィーは俺たちに力を分けることで命を救ってくれたんだったな。助けてくれたのはみんなの方。みんなが私に生まれ変わる力をくれた。ソフィーが僕たちを助け、僕たちもソフィーを助けることができた。そういうことですね。私たち、この光で結ばれているのね。なんだか羨ましいな。ね、教官。ああ、そうだな。パスカル、教官。よし、元の世界に帰ったらまずはあの眉を突破してリチャードのとこへ行かないとね。ラムダの眉はプロトスヘイス単体で突破するのは不可能に近いでしょう。何かうまいやり方ないかな。シャトルに強化措置を施し、突入時に勢いをつけることで眉を破ることが可能です。だったらそれは。しかしそのために必要なパーツを入手しにある場所へ行く必要があります。パーツさえ見つかれば再加工してあなた方のシャトルに使用することができるのですが、ある場所というのはバシス軍事基地と呼ばれるところです。そのバシス軍事基地というのはここから遠いんですか？じゃあ決まりですね。ここからだとテロスアスティに戻る途中で寄り道することになりますね。よし、行こう。ソフィーは称号誓いの友を習得。やっと戻ってきたよ、ソフィーが。うわ、久しぶり。何パートぶりだこれ。うわ、裏山の木にずっと友達でいることを誓った友情の証。
カタストロフィーだって覚えた方がいいんじゃないか。これは今なんだ、蒼龍の誇り。とりあえずこっちにします。誓いの友で、多分いろいろみんな称号が変わったと思うんですよね。まあアスカルはいいか、ヒューバートももう少しで、もう少しじゃないな、結構あるなでシェリアはこのままでいいかな。マーリーくんも、ワールドシーカー、ポイズンガード。確率で回復、クリティカル率。こっちにしようかな。守破っていいのかな、の守り。あ、守りじゃない、誇り。オッケー、これでいきましょう。で、次はバシス軍事基地らしいですね。どっちから行こう、こっちからでいいか。ソフィー、治ったばかりなんだから無茶をするなよ。ごめん、速攻でパーティーに出ましたうん、辛くなったらアスベルにおぶってもらいなさい。あんまり上手じゃないけどね。おぶるのもいいですが、ソフィーを落とさないよう気をつけてくださいよ。いいなぁ、これが同じ力を持つ者同士の絆ってやつなのか。まあそれだけではないと思うかな。私も仲間に入りたいよ。ねえねえ、私たちにもソフィーの力を使えるようになる方法ってないかな。難しいと思う。そんな。バシス軍事基地へ行けば何かわかるかもしれません。本当？そこではプロトスヘイスの能力をより広めるための研究も進められていましたから。それを聞いたらますます行かないわけにはいかないね。はい、ということですね。海の親、これを見てから今回終わりにしようかな。エメロードさんはラムダが生命に救う悪魔だと言っていましたね。私はそのラムダを倒すために作られたヒューマノイドなんだよ。そんな言い方をするな、誰も喜ばんぞ。けど事実だから。ラムダを育てたのはコーネルって人なんだよね。それじゃあ一体誰がソフィーを生み出したの？どういうことですか？コーネルはヒューマノイド研究の第一人者なんでしょ？コーネル以外にソフィーを生み出せる人はいたのかな？うん。え？エメロードさんか？でも記録で見たコーネルさんが思った以上にいい人そうな感じで、私はちょっと嬉しかったですけどね。はい、ひとまず今回はここまでにして、次回はそのバシス軍事基地とやらに向かっていきたいと思います。個人的にはパスカルと教官にもね、ソフィーの力を使えるようになってほしいというか、みんなでね共有してほしいなと思ってるので、はい、楽しみにしております。はい、では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。